はいどうもこんにちは、くらいです。ということで今回はベストナインタイトルホルダー登場選手まとめ後編ですね、やっていきたいなと思います。はい、ということでございまして、まずですね、野手編見てない方はぜひそちらの動画を見ていただいてから、この動画戻ってきてもらえれば嬉しいなと思います。まあ、この動画2本ねまとめてみないとあんまり意味ないかなっていうところで、まあぜひ2本まとめてみていただくことに意味があると思うんで、ぜひ野手編も見てください。ということで、まあ今回は投手編ですね、やっていきたいなと思うんですけれども、まあ、前回も言った通りですね、1月から2月にかけてベストナインタイトルホルダーとしてタイトルを獲得した選手たちが登場いたします。ということで、まあそれに向けてですね、登場選手と予想能力のまとめやっていきたいなと思います。で、まあ野手に比べてですね、投手は人数が比較的少なめなので、まあ野手は結構テンポよくね、進めていったんですけれども、投手はちょっとじっくりと見ていけるところは見ていこうかなと思います。ということで早速、選手の方見ていきたいと思います。いきましょう。はい、ということでございまして早速やっていきましょう。まずソフトバンク1人目千賀投手でございます。はい、こちらに関しては最優秀防御率、最多勝、奪三振王、さらにベストナインとゴールデングラブ賞ですね、投手3冠プラスベストナイン GG ということで、まあもう今年パリーグの最強投手といえばもう千賀選手と言ってよかったんじゃないかなと思います。で、まあ成績的には11勝6敗、防御率 2.16、 149奪三振ということで、まあ能力的には83の A、 67の C、 84の A、 プラス1ずつになるとこんな感じであるんですけど、まあどうでしょう、もしかしたら、ね、強化される部分もあるかなっていうところはあるんですけど、まあ、とはいえ元がめちゃめちゃ強いので、まあ、この辺はまあ難しいな、どうだろうなっていうところではあります。まあ、間違いなく次のシリーズではね、さらに強化される気はしてます。続いて2人目がこちら石川修太選手ですね。はい、こちらに関しては最多勝と最高勝率のダブルタイトルで登場確定しております。で、能力的には78の B、 69の C、 75の B というね、能力出てくることが予想されます。で、成績的には11勝3敗、防御率 2.42、 勝率7割8分6厘ということで、まあここに関してはただ修正ですね、能力の修正の可能性は大いにあるかなと思ってます。まあもちろん能力の部分もそうなんですけど、球種かな、どっちかっていうと球種の部分が強化されてほしいなって個人的には思っています。続いて3人目がこちら、はい、モイネロ投手ですね。ここに関しては最優秀中継ぎ賞ということで、まあ今年ね圧巻の成績だったと思うんですけれども、まあこのモイネロ選手に関してはベストナインタイトルホルダーついに初登場という形になりました。能力的には83の A、 69の C、 67の C っていう能力になることが予想されるんですが、まあただこの成績なんでね、モイネロ選手はもうちょっと強くしてくれてもいいんじゃないかなって個人的には思ってます。まあちょっとこのゲームで輝かせるのなかなか難しいタイプの選手かなとも思うんですけど、まあぜひここはちょっと期待したいですね。で、続いてロッテなんですが、ここに関しては野手に続いて該当者ありませんでした。なんでちょっとロッテ純正の方とかに関しては、まあプラスに捉えるのであればお財布に優しい、まあ逆に裏を返すとまあ寂しいというか、ベストナインタイトルホルダーちょっと純正だとなかなか参加できないということで、まあ辛い部分でもあるかなっていうところでありますね。続いて西武行きたいと思います。西武に関してはまずこちらの選手、はい、増田選手ですね。ここに関しては最多セーブ獲得いたしましたので、確定いたしました。で、能力的には82の A、 78の B、 70の B という能力出てくることが予想されます。で、ベストナインタイトルホルダーに関しては、初登場ですね、ついに初登場という形になりました。で、まあ通常に関しても当然、かなり中継ぎ抑えてね、今リーグ覇王トップ勢で使ってる方は僕も使ってますし、多いと思うんですけれども、まあここはね、ベストナインタイトルホルダーでも目玉になるんじゃないかなと思っています。続いて2人目がこちら平選手ですね。ここに関しては新人王ですね、パリーグの新人王獲得されましたので、登場が確定いたしました。で、能力的には78の B、 63の C、 63の C という能力になることが予想できるんですが、まあここはね、表の能力はまあシリーズ2で強化になったんで、まあまあというところではあるんですけど、球種ですね、特に球種の部分に関しては強化してくれることを期待しております。まあちょっと今の能力だとね、もちろん球種数的には悪くないんですけど、若干それぞれの評価が低いのでちょっと使いづらさあるんですよね。まああと上がるとすれば9位かなっていうところかなと思います。続いて楽天涌井投手でございます。はい、こちらに関しては最多勝獲得ですね、千賀選手、石川修太選手と並んで、最多勝獲得という形になりましたので、登場します。で、能力的には79の B、 78の B、 80の A、 おそらくアニバーサリーと同じ能力になることが予想されます。で、まあここに関しても、アニバーサリーでもね、当然そこが目玉の一つだったんですが、トリプル A での全動値ですね、オール A での全動値が狙えるので、まあ、それが3600で決まるとかなり激アツなんじゃないかなと思います。まああとは若干それぞれの吸収が強くなってほしいかな。ここは、ぜひとも強くなってほしいなと思います。まあぜひスピだけじゃなくてこの辺も強化されたら嬉しいなって感じですね。続いて日本ハムでございます。日本ハムに関しては野手結構いたんですが、投手に関しては該当者なしとなりました。続いてオリックスですね。オリックスはこちらの選手、はい、山本由伸投手ですね。ここに関しては最多奪三振獲得ということで、登場いたします。で、能力的には85の A、 78の B、 80の A というね、まあ、アニバーサリーと同じ能力で出てくることが予想されます。で、
で、まあ当然、ウォール A ですね。が、狙えますので、そこはやっぱり強いなっていうところですね。まああとどうだろう、中継ぎの適性とか、まあさすがにこのシリーズ2の間は消えないかな。まあそろそろ消えそう、ないしは下がりそうっていうところではあるんですけど、まあ下手したら次のシリーズでね、中継ぎの適性消えるとかってなった場合、ベストナインタイトホルダーが最後の中継ぎ適性とかになると、まあ獲得の優先度的には上がってくるのかなとは思います。続いて巨人、菅野投手ですね。はい、ここに関しては昨日の野手編の西川選手と同じく、MLB での、移籍になった場合は、対象外というか、登場しない形にはなるんですけれども、最多勝、そして最高勝率にベストナインゴールデングラブと MVP ですね。というところで、タイトル本当に今年はたくさん取られてますので、ベストナインタイトルホルダー、もしね、MLB の移籍がなければ、登場という形になります。で、まあその場合の能力が85の A、85の A、84の A ですね。っていう能力になると思います。まあでもどうなんでしょうね。ちょっとここに関しては何とも言えないところではありますが、まあもし登場すれば間違いなく目玉、 MLB の移籍になればゲームとしては来年のワールドスターまでが楽しみかなっていう感じですかね。続いて阪神スアレス選手ですね。はい、ここに関しては最多セーブ獲得ということで、タイトルベストナインタイトルホルダー初登場に、なります。で、能力的には79の B、 57の D、 66の C という能力で、出てくることがまあプラス1予想ではねなるんですけれども、まあここに関しては能力の修正あってもいいんじゃないかなって個人的には思っています。今年本当にね素晴らしい成績だったので、まあ特に球種かな、結構シリーズ1から2で3ステの部分は上がった選手が多いんですけど、投手に関しては結構ね球種が弱いままというか、あんまり球種の修正が入らなかったところが多いので、まあ、そこは強化されてほしいなって個人的には思ってます。続いて中日、こちら、はい、大野選手ですね。ここに関してはですね、最多奪三振、最優秀防御率、そして沢村賞というところで、登場確定しております。で、能力的には85の A、 80の A、 85の A ですね。おそらく今ちょっとこれ通常の画面になってましたが、こちらアニバーサリーのものと同じような形になるんじゃないかなと思っています。まあもしかしたら下手しい球種とかさらに強化される可能性もなくはないかなとも思ったりする部分あるんですけど、どうだろう、ちょっとそこは何とも言えないところかなとは思います。あとね、据え置きの大野さん確かなんかツーシーム変わったんですよね。まあただこれに関しては全部が全部アプリと据え置きが一緒になるわけではないので何とも言えないんですけど、もしかしたらこのツーシーム2種に関してはこのシリーズ2ラストになる可能性が、まあ、ちょっとあるのかなって個人的には思ってます。続いて、もう一人祖父江選手ですね。こちらに関しては最優秀中継ぎ獲得ということでベストナインタイトルホルダー初登場になります。で、能力的には79の B、 76の B、 67の C という能力になるんですが、まあ、ここも称号でね、急性級の同値だったりとか、まあ、QEA というところ、狙える形になりますので、まあ、ベストナインタイトルホルダー初登場であるんですけど、まあ、がっつりね目玉になって覇王リーグトップとかで使う方も全然出てくるんじゃないかなと思ってます。まあ、あとは球種ですかね。まあでも球種も本当に強いんですが、まあ、もしかしたら強化入るかもなっていう感じですね。で、中日3人目がこちら、はい、福投手ですね。ここに関しては最優秀中継ぎ、祖父江選手と、あとこの後紹介する清水選手とね、並んで最優秀中継ぎ獲得しましたので登場いたします。ここに関しては能力的には79の B、 72の B、 64の C という能力なんですけれども、まあどうでしょう、強化入りそうなところでもあるんですが、まあ称号で QEA 狙いやすくなったので、まあ、そこは純粋にいいのかなと思います。あと普通に球種とかもねシリーズ2で普通に強いので、まあほぼほぼ維持っていう感じ、まあ上がるとしても若干って感じかなってこのシリーズ2の中では思ってます。続いて DeNA ですね。はい、 DeNA も該当者ありません。今年はね佐野選手一人だけなんですよね。まあ例年だったら山崎康明選手とか外選手とか結構ねベストナインタイトルホルダーが多いとしては多いんですけど、今年は佐野選手一人のみです。お財布には優しいけどちょっと寂しい。続いて広島ですね。はい、広島はこちらの選手、はい、森下選手ですね。ここに関しては78の B、 71の B、 75の B ですね。で、おそらく出てくることが予想されます。で、ここは新人王のね獲得ということで、成績的にも素晴らしい10勝3敗防御率 1.91 ってところなんで、まあ能力表の算数はね結構ガラッと変わったので、まあまあここは上がってもビアップぐらいかなって感じであるんですけど、まあ球種かな、球種の強化はぜひともしてほしいなって個人的に願っております。で、ラストヤクルトですね。ヤクルトはこちらの選手、はい、清水投手ですね。ここに関しては最優秀中継ぎ獲得されましたのでベストナインタイトルホルダー初登場になります。で、能力的には77の B、 75の B、 66の C という能力で出てくることが予想されます。で、ここもですね称号で9位制球同値だったり9位 A というところがいけるので、まあ、今からがっつりちょっと A ランクに関して集めておくべき選手の一人になるかなと思います。ちなみに球種はこんな感じです。まあここもしかしたら強化入るかなっていう感じでありますが、まあどうなるかなっていう感じですかね。まあただまだここ通常の S ランクすら出てないんでね、ちょっとそこの能力にもまず期待かなっていうところであります。
はい、ということでございまして、以上一挙12球団の投手見ていったんですけれども、いかがだったでしょうか。でこれで前回紹介した野手と合わせてですね、投手が14名、野手が28名で合計42名、今年はベストナインタイトルホルダー、対象の選手になっております。でうち2人が MLB への移籍の可能性があるので、まあ、40から42っていう感じであるんですけど、まあ、おそらくこの人数割り振りだったら今年も第3弾までの構成、3弾構成になるんじゃないかなと個人的には思っております。まあでも本当にどんどん楽しみになってきましたね。うん、本当になんかこうベストナインタイトルホルダーのこのまとめ、確定したまとめをやると毎年ね、いよいよシリーズ2の締めくくり感も出てくる感じはするんですが、まあとはいってもまだまだね、 OB とかに関してもこの後まず正月年末年始登場しますので、ちょっと次は OB の予想であったりとかまとめっていうところなんかもやっていこうかなと思います。まあぜひ今年のねベストナインタイトルホルダーの皆さんの狙いの選手、この投手野手ともにね2本見ていただいた上でコメントしていっていただけると嬉しいです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともご覧いただければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等々よろしくお願いいたします。この動画がぜひね皆さんの参考になっていれば幸いです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。